本項目ではエストニアのイスラム教について記述する。北欧の国であるエストニアはヨーロッパの中でムスリムのコミュニティが非常に小さい国の一つである。2011年の国勢調査によればイスラム教の信仰を公言している人数はエストニア国内では1508人である。エストニア国内ではムスリムの信仰を実践する人も少なく国内には クラースイスラム文化センターという唯一のモスクがあるのみである。エストニア最初のムスリムたちは、1721年のロシア帝国によるエストニア、リボニア征服後、ロシア帝国軍の軍務から解放されて、エストニアに居住するようになったスンナ派のタタール人や、シーア派のアゼリー人であった。現代において、 エストニアに居住するムスリムの圧倒的多数は1940年から1941年にかけて行われたソビエト連邦軍によるエストニア占領の期間中にエストニアへと移住してきた。1860年以降、タタール人のコミュニティは、ナルバで活動が活発化し始めた。ムスリムの宗教集会は1928年のエストニア独立の過承認され、 タリンを本部とする二つ目のコミュニティは1939年に承認された。寄付として受け取った基金で建設された建物はナルバでモスクへと改修された。1940年、ソビエト連邦政府はこの二つの宗教集会を禁止。宗教集会で使用されていた建物は第二次世界大戦中の1944年に破壊された。現代では、 タリンに、モスクはなく、祈祷のためアパートの一室を改修して利用している。エストニア国内のムスリムコミュニティは、政治的には恩恵派であり、世界のイスラム教コミュニティの中では珍しいことに、スンナ派とシーア派の信仰が共同で行われている。ありがとうございます。